ニューストピックスです北陸の大型商業施設が大型連休に向けて商船を本格化しています本日はこの話題について経済部の友永記者に聞きます友永さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてどのような商船になりそうですかはい河北市のイオンモール河北はテナント9店を開いてリニューアルし花沢市の高林房大和は 家族連れ向けの祭事を始めました今年の大型連休は東京や大阪など4都府県で新型コロナの感染拡大に伴う緊急事態宣言が出され遠出,遠出を控える人が増えることが予想されます、はい、各施設は地元客が増えるとみて取り込みを図ります、うん、イオンモール下北はリニューアルですかはいイオンモール下北はもっと楽しく 快適にもっと身近に何度でもおテーマに施設を,施設を改装しました、はい、バンダイナムコアミューズメントが石川県で初めてカプセルトイいわゆるガチャガチャを約600台並べたガシ,ャガシャポンのデパートを出すなど新店を導入しました、はい、またイオンイオンネットスーパーに対応し駐車場にはドライブスルー形式で商品を受け取れるレーンを設けたほか 2階中央には3から6歳児が遊べる広場を用意しました。イオンモール下北の担当者はコロナ禍で開店を告知しなかったお店もある。しあた新しいおみき新しいお気に入りを探してほしいと話していました。高林坊大和は歳児ですか。はい。絵本野良猫軍団の展示や漫画ワールドトリガーの物販、虫好きで知られる俳優。 香川照之さんが監修した昆虫グッズを並べるインセクトガーデンのコーナーを設けました新型コロナの感染対策で遠出を自粛して地元で過ごす顧客ニーズを取り込もうと家族で遊べる企画を用意したとのことでした高林坊大和の担当者はコロナで客足に少し限りが出ている対策は万全にして地元の方を迎えたいと話していました 他の施設はどうですか。はい。金沢イムザはドラえもんの祭事を開いています。写真撮影のコーナーを設け、会場限定のグッズを用意しています。担当者は昨年のこの時期は地下の食品売り場以外で休業していたことを振り返り、営業できる分まだいいが、街中の人ではまた減ってきた。祭場の空間は広いので密を避けてほしい、避けて楽しんでほしいと話していました。はい。 ありがとうございました。